猫ジャンプは、タイの双子デュオ。2006年9月にデビュー。2007年には来日公演を行っている。日本では、秋葉系双子ユニットと紹介されているが、いわゆるメイド喫茶の衣装のイメージのみでそれが伝えられている。出生時に名付けられたヌイと、ジャムという中連は、バターとジャムを意味する。好きな和食は、卵焼きとうな丼。二人とも、椎名カリム・ウィロート大学芸術学部園芸学科に、在学。双子姉妹の二人には5歳年下の妹のピクレットがいる。彼女は、アイドルグループシュガーアイズの一員である。モデルで、アイドルグループ G20 の一員のニュークリアーとは、学生時代からの友達であり、ヌイが落ち込んでいる時に、ツイッター上で、ニュークリアーが、学生時代の卒業アルバムのものと思われる写真を公開し、ヌイを励ましたことがある。ジャムは過去にタイの芸能人の彼氏とのプライベート写真の流出がある。2011年3月にはヌイとのショッピングデート写真が撮られている。1989年12月10日、バンコクで生まれる。小学生の頃からダンスを習い始め、数多くのコンテストに出場するようになる。2005年に開催された、EXIT B-Boy&12+G ガールの歌謡部門及び、ダンス部門で優勝し、さらに、KPN Awards 2005のファイナリストとなる。KPN Awards を主催するタイの大手プロダクション、RS プロモーションにスカウトされ、オーディションを経て2006年9月、同社のビッグブルーレコーズレーベルからデビュー。2009年、本国タイで RS プロモーション所属女性アイドルによる7人組ユニット、7days にジャムが参加。2009年、本国タイで発売されたデビューアルバム、猫ジャンプに収録されている、プー、チュアイマッドノイが、日本のテレビアニメ、アニャ、マルタンテイキルミンズーのオープニングテーマ、エンディングテーマとして採用される。2011年4月、本国タイで発売された3枚目のアルバム、レディレディと、日本デビュー1周年記念版、化粧品売りリジョーハどこですかに収録されている、OK ホックカが、日本テレビ系列放送の深夜アニメバラエティ、ゆるアニナイの、プネコ&番組エンディングテーマ曲として採用される。この他に、アニャ、マルタンテイキルミンズのいくつかの企画に絡む来日があるが、その日時は公開されていない。ありがとうございます。